石屋製菓プレゼンツアウンジェイのワッパワー。皆様こんにちは。和楽器ユニットアウンジェイクラシックオーケストラの尺八担当石垣聖山です。先月から装いも新たに始まりましたアウンジェイのワッパワー。毎月第2土曜日のこの時間、10時からの1時間番組としてお届けします。そして再放送が同じ日、第2土曜日の19時からお届けをします。本放送も再放送もお聞きの皆様、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組では我々アウンジェイクラシックオーケストラが世界中さまざまな場所で演奏活動をしてきた、その経験、そしてそこで感じてきたところを通しまして、日本文化の良さ、凄さの、再確認、そしてその我々のこの文化を支えてくれる素敵なゲストを招いて、リスナーの皆様に日本文化をたっぷりお伝えしていきたいと思っております。ワッパワーというのは、和、日本の和と力のパワーですね。ワッパワー覚えてください。今回のアシスタントは、先月に引き続きこの方、アウンジェイクラシックオーケストラおこと担当の山野あずみです。よろしくお願いします。お願いします。あずみさん、どうすかね、もうこれは9月の9日ということなんですけれども、2回目ですね。2回目お届けしますが、まだまだ暑いですけど、ね、この夏の暑さはどうやってしのいでますか。どうやってしのいでますか。かき氷ですね。あ、かき氷食べる。かき氷食べる食べる。俺あんまりかき氷そういえば食べてないな、全然。どういうこう、すごいふわ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 のやつ。ふわふわが好き。でもあんまり豪華なのは、あのケーキみたいなの好きじゃなくて、シンプルにふわふわ。あー、もう氷自体がちょっとこうふわふわにしてあるやつね。あのミルクとか混ぜてあるやつとかじゃなくて、そう、氷の、そう、もう普通にただのみぞれをかけて練乳かけるとか、うん、抹茶かけて小豆をちょこっと添える程度でよろしいでございます。よろしいでございます。モンブランとかいい、私はもう結構でございます。あ、そういうんじゃないんだね。そういうのは氷は楽しめないので。あー、そういうのはもう2の人みたいになってます氷そのものを楽しみたい。好きなの。あとアイスクリームとかね、好きですね。あ、アイスクリーム、アイスクリームはいいよね。いいよ。最近のなんかさ、ヒットしてるアイスクリームない？私ね、あの先月ね、あ、一緒に行きましたね、網走行ったんですよ。はい、あ、はいはいはい、石垣さんも行きましたね。行きましたよ。あのアウンジェイクラシックオーケストラで網走コンサートをさせていただきました、はい、うんうんうん、でその際にね、帰りに、ジェラート屋さんおすすめいただいて、そこに行ったんですけどね、うんうん、名前がね、何だったかな、リモだったかな、リモ、うん、メマンベツの空港に行く途中にあるんですよ、うん、ですごく人気で、はい、もう飛行機の中見てたらパンフレットに載ってたの。いい、すごい。 CA さんが選ぶジェラート、うん、第2位がそのリモさん、間違ってたらごめんなさいね。そして第1位は何でしょう、どこでしょう。え、ドル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 、はい、石屋製菓さんの白い恋人ジェラートでした。えー、すごい。本当に白い恋人パークにジェラートが売ってるってこと。そうで、あとはね、その目満別に向かうあの道の駅にも売ってたよ。あ、もしかしたら空港にも売ってたかもしれない。本当、うん、普通のカップケーキ、カップケーキじゃない、カップのアイスみたいな、何入ってるの。そう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 、そうなんです。え、食べたい食べたいよね、食べたい食べたいよね。また行くしかないよね。ね、網走のコンサートすごくね盛り上がりましたけど、石垣さんどうでした、感想。いやー、もう本当に1曲目からものすごい皆さんノリノリで、であったかくて、ね、まあ、なんだろうな、曲中の手拍子とかもそうだし、まあ、曲の終わった後の拍手ももちろんそうなんですけど、なんかお話を MC をねしてる間の反応もすごくいいし、うん、ね、本当に。で、なんか今回の開催にあたってやっぱ現地の方々がすごいこう協力的というか、うん、あの、まあ、お客さんもねたくさん呼んでいただいて、で、あのお家でお畑持ってるんですってね、うん、なんかトウキビ、はい、今朝どれのトウキビを、うん、持ってきましたって言って、ね、美味しかった、甘かったな、あれもね、本当に演奏前にみんなでいただいてね、もりもりいただきました。はい、なので市民企画ということで、うんうん、その市民の皆さんがやりたいコンサート何ですかって言って、それを市に提案してくださったのが私たちのアウンジェイクラシックオーケストラということで、はい、本当にね、なんかもう私たち誰もその網走の出身の者はいないんだけれども。そうね、そう ね、 ね、でもしかもこれが3年越しね、多分最初の企画から、まあ、ちょっといろいろ、ね、いろいろ延期に延期を重ねてきたけど、くじけず最後まで、うん、アンジェさん来てください、いらしてくださいってことで呼んでいただいて、うんね、行ったら行ったで素晴らしいお客様が本当に、ね、満席でありがたかったですね。満席でありがたかったですね、うん、もう行きたい、また、また、ま、もうすぐまた行きたい ね、またパワーアップしていけたらと思います。パワーアップして行きましょう。はい、それでは、本日の1曲目お届けしたいと思います。
網走の公演のね、はい、皆さんも本当に1曲目からこの曲でノリノリで手拍子もしてくださいました。尾上秀樹作曲の絢爛婆娑羅。この時間はアウンジェイのワッパワー、和楽器ユニットアウンジェイクラシックオーケストラの尺八担当石垣聖山とおこと担当山野あずみがお届けしています。はい、ということでこの番組毎回ゲストをね、素敵なゲストをお招きしているんですけれども、本日のゲストをお招きしたいと思います。株式会社金光堂中島拓さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私がね、ぜひ来ていただきたいと今日は、はい、何度も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 電話をしましたそう、折れない私。ちょっとあの最初にね、ご紹介をさせていただきたいと思います。はい、中島拓さんがいらっしゃる金光堂さんは1880年創業、143年の歴史を持つ和楽器専門店で、お琴とお三味線を取り扱っていらっしゃいます、はいはい、で私たちは普段ね、あのお琴屋さんとお呼びしているんですけれども、うんうん、まあ、お琴屋さんって何かなって、ね、確かに思われると思う、まあ、多分その後今からお話いろいろあのお聞きするんですが、もう私にとってのお琴屋さんはね、まあ、私たち演奏しますよね、音を出しますよね、うんうんうん、でこの私が出る出す音の半分はもうお琴屋さんのおかげで成り立ってるって感じ。わお、これはすごいぞ。すごいでしょ。私の音の半分はお琴屋さんでできている責任が重大な感じになったけどそう、どんどんハードル上げていくで、本当にあの演奏活動をさせていただくにあたって、やっぱり私たちはそのお琴をただ弾くだけじゃなくて、例えば準備だったりとか、うん、はいはい、それまでに至るこうメンテナンスだったりとか、うん、いろんなことがまああの必要になってくるんですけれども、はいはい、そういうのも全部このお琴屋さんに私は頼っております。このね、お琴屋さんっていう言葉を、まあ、皆さん耳にした時に、多分楽器をまあ販売する、まあ、そのままメンテナンスっていうのは分かるけど、それ以外のことって何をされてる方なんだろうということ、多分知らない方がほとんどだと思うんですけれども、まあ、販売はもちろんね、なんかイメージはつくと思うんですけれども、実際に楽器を作るというところからスタートするものなんでしょうか、楽器屋さんは、お琴屋さんとして。そうですね、私の場合はやっぱり作るところの修行から行ったので、うん、やりましたけれども、必ずしもじゃないと思います。では楽器を作るということをしないお琴屋さんは何をされてるんでしょう。はい、大体もう商品の販売、まあ、これはさっきもおっしゃってましたけど、うん、商品の販売、楽器の販売とか、まあ、あとは楽器のメンテナンスですね、うんうん、それが、主な業務じゃないですかね。おことっていう楽器は、まあ、霧の木のね、あの長いところに、まあ、絹の糸であったり、まあ、化学繊維の、ね、糸であったりがもう貼ってある状態なんですけど、あれを、まあ、糸を締めるっていうんですかね。そうですね、13本糸がかかっているので、それをこう、まあ、毎回締めていただく
ですね。はい、あのなんか例えばギターとかだったらこう、うん、ペグみたいなくるくる回して、うん、まあその聴力を高めていくわけじゃないですか。おことってそれどうしてるんですかね。これがあの僕らの割と大きな仕事の部分だと思いますけれども、はい、あの糸締めといって、はい、あのまあ、弦を張る、おことの弦を張る作業、うんうん、これはあの修行をして、うんうん、あのたくさん練習してできるようになります。あのなんとなく分かんないんですけど、うん、その糸をただその張る、ちょうどいいところまで張るっていうこと以外に何か必要な能力というか気にしなきゃいけないことっていうのがあるんでしょうか。そうですね、まあ、あの押し出といって音を変える、うん、あのおこと特有のこう動きがありますけども、はい、あれがこう柔らかくないといけないとか、うんうんうん、あとは奏者によってあの糸の張りの強さを変えたりとか、うんうんうん、まあ、そういうところは気を使います。安住さんは糸の張り方は、まあ、なんだろうな、上中下で言ったらどれぐらいの一番めっちゃ張ってるか、うん、普通かちょっと柔らかめかみたいな。それはタクさんに聞いてみましょう。私はどれぐらいなんでしょうか。安住さんの楽器をタクさんが実際に締めてくださってる、はい、締めてくださってるんですよ。あの他のおことの方に比べて安住さんの糸の張り方は、はい、いやもうえらい強く張ります。えらい強くパンパンなんですね。パンパンです。それでもすごい重労働じゃないですかね。重労働っちゃ重労働です。何をさせてるんですか。ちなみにその糸を強く張ったら何が変わるんですか。やっぱり、それをこう引き切るあの爪の指のタッチがあるならば、うんうんうん、あのその方が音がいいです。あ、なるほど。うん、でそのタッチがない方にあのそこまで張ってしまうと弾ききれないので、うんうんうん、あんまりいいことではないように思います。楽曲によって締め方を変えたいっていうのもあるんですか。うん、そうですね、うん、やっぱりあのなんかこう柔らかい曲だったりとか優しい曲だったりすると、うんうん、まあもう少しあのこう、まあ、緩めにというかね、優しく締めていただいたりっていうこともありますし、うんうんうん、あとはその楽器そのもの、おことそのものをね、あの使う楽器をちょっと選んだりすることもありますね。あのおことってね、琴字ってあの駒を立てて、うんうん、まあ、13本毎回この音の調弦チューニングをねするんですけれども、あのその琴字っていうのがまっすぐこう綺麗に並ぶ、ガチャガチャには並ばないようにま、うんうん、っすぐこう綺麗に並ばなきゃいけない、はいはい、で演奏会になると例えば、まあ、アウンジェクラシックオーケストラもそうなんですけれども、はい、そのおことって1面2面って数えるんですが、うん、1面に対して例えばそのお調弦チューニングのパターンが、まあ、5パターンあるとしますね、うんうんうん、そしたら糸締めがちゃんとしてないとこの琴字がガチャガチャになっちゃうわけですよ。ガチャガチャっていうのはなんかまあ入れ替わっちゃったりとか、行ったり来たり、そうそうそう、それは確かに困るでしょ。困りますね。そうで、それをまっすぐしてくれるのがお琴屋さんの糸締めで、あ、そこが腕の見せ所みたいな感じになるんでしょうか。なので例えばまあ私がじゃあ今度この演奏会がありますって言ったら、じゃあたくさんにこのチューニング、この音の並び方、この音の並び方って何種類かを提出しまして、これ全部まっすぐ綺麗に取れるようにしてくださいとお願いするわけ。はいはいはい、そうするとたくさんやってくれる。バチッとバチッとでこれが本当にやっぱりその聴力ものすごいね力で、うん、締めてらっしゃるので、うん、私たちも一本切れれば自分でやったりはするんですが、あ、その奏者が実際自分で糸締めすることもあるんですね、うん、でもやっぱりその力がなかなかあの弱いところもありますし、うんうんうん、13本全部きちんと並ぶように糸締めしてもらうっていうのはやっぱりそれは技術がね必要だと思いますね。うん、そうですね。だからただその力が強いだけじゃなくて、ね、糸締めするときなんか音も琴字立ててないけど音聞きながらやってますよね。はい、あの全体の強さを調整するのにはやっぱり字を立てる前にも音をちょっと聞いていかないとわからないんで。へー、うん、まあ、お琴っていう楽器は自分に演奏者に対して奥側が低い音、うん、で手前側がまあ高い音になってくのがまあ一般的ですよね。普通はそうですよね、うん、でやっぱその締めるときにそのもう最初に締まった段階、おことの字を貼る前からもうちょっと低いところから高いところにっていう風に並んでるもんなんですかね。そうしたら、そうですね、あ、引っ張る順番っていう感じですよね。はい、はい、うーん、はい、あのこれもね琴屋さんによって違うんですけれども、うん、僕のところでは1の弦から、はい、金へ向かって締めていきます。
逆のお店もたくさんあります。はい、ね、おこと屋さんって、まあ、やっぱりこの糸締めをしていただいたりとか、うん、まあ、いろんなことをしていただくんですけど、うん、なんかおこと屋さんってお店のイメージあるでしょ。お店で、そうだから今聞いた糸締めとかも楽器を持って行ってそこで締めてもらってまた受け取るみたいなイメージですよね、うん、そう。でもあのなんていうんですか、いわゆるこう商店みたいな感じはちょっとね違い、まあ、東京の場合は特に、ね、お店ということで、そうそう、八百屋さんみたいな、はいはい、あの感じとはちょっと違って、うん、で例えばよくあの聞かれるんですけれども、はい、なんかおことじゃあ習いたいって言ったらおことどこで買ったらいいのと、うんうん、でおこと屋さんに行ったらあるのかなって思うんですけど、うん、たくさんのところにはありますよ。いっぱいありますか。いっぱいあります。じゃあもう売るほどあるんですね。石垣さんが欲しいって言ったらはい、はい、あの すぐ連絡いただければであとは例えばまあエースか私もそうなんですけれども、あとは自分でちょっとオーダーメイドですね。なんかこんな音が欲しいなっていう感じで、あ、楽器自体を買うときにってことですか。そうです、そうです、はい、あのね、おこと屋さんに今私こんなおこと欲しいんだけどってお願いをしたときにですね、うん、私ちょっとびっくりしたのが、うんうん、じゃあって言って見せてくださったのが木なんですよ。ただの木の状態。え？びっくりするよ。木材。木材が来た。このなんかニュースでさ、まあ、おことって、まあ、糸を張ってあったりとか飾りがね、はい、あったりとかしますけど、そういうのもついてなくてただ木？ただ木。木が半分に切ってあった木がずらっと並んで。そう、それ見ながらいい仕事してますね。そうそうそう。わかんないじゃん、だってそんなの。そうなんです。でもそれはね、おこと屋さんがやっぱりそうやっておことを作る修行をされているからわかるってことですよね。うん、そうですね。ね、であと信用していただくことが大事になりますけれどもね。うん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 、なのでなんか結構私美容師さんちょっと似てるなと思って、ほう、髪を切るときにさ、髪切ってください、私じゃあこの人のこの髪型がいいですって言って切ってもらった結果、うんうん、似合うときとそうじゃないときあるじゃないですか。でもやっぱりもう信頼関係じゃないですか、うん、まあそうね、うんうん、その仕上がりってやってみないとわからないっていうところがあって、はい、そう。でもやっぱりあの私こういう音が欲しいですってたくさんがそう選んでくださって、うんうん、その木材からですね、まあ、楽器になってやってくるんですけれどもね、素敵な音が、うん、出ておりますよ。すごいな、ありがとうございます。なんか見た目のイメージはできるんですよ。皆さんもあの今度おことをね実際に見ることがあったら見比べてほしいんですけど、模様がすごくいろいろあるんですよね、おことってものによって、木目が、うん、これ今これあの YouTube でね、後ほどあの動画で公開させていただこうと思ってますけれども、今このスタジオにも、おことが一面あるんですけれども、これはどういう、結構ぐにゃぐにゃぐにゃっとしたような感じの模様なんですけれども、こういう木目のものは何て言うんですか。なんていう、まあ、華やかな木目、もう本当にこう 木と柾って大きく分けて2つあって、木と柾、はい、まあ、これはいわゆる木ですよね。で、柾っていうのはこう、縦のラインの、うんうんうん、まあ、木の模様というか、スーッと綺麗に縦に線が入っているような状態、はい、はい、大きく分けるとその2つです。それによって音色も変わるもんなんですか。そうですね、木目の楽器はこう割と華やかな音がするものが多いです。で、柾はこうしっとり系の音が多いように思います。あ、そういうもんなんですね。なのでおことの演奏会聞きに行かれたら、うんうん、ね、楽器を見て、あ、このまっすぐシャシャシャって本当にね、まっすぐ木目がなってるのが、うん、そのさっきの柾っていうので、うん、柔らかい音、ぜひそういうのもね見ていただけたらと思いますけれども、うん、おことの演奏会の時にですね、うんうん、おこと屋さん私たちお手伝いいただいたりもするんですよ。ほう。で、先ほどのお話、メンテナンスももちろんあるんですが、おこと屋さん、なんていうんですか、まあ、いわゆる舞台監督っていうんですかね、うん、例えばまあね、私クラシックの洋楽器でちょっと例えると、まあ、オーケストラって多分、うん、例えば楽器を運んでくださる方で、準備してくださる方で、あと楽器をもちろんメンテナンスしてくださる方、うん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 、でいわゆるこう演奏会がスムーズにいくようにって言って、舞台監督、ステージマネージャーっていうか、おこと屋さんはそれ全てをやってくださる方なんですよ。ほう、なるほど。そうで、演奏会になると私なんかもリサイタルするときにね、その曲ごとに全部おことをいくつか用意しておいて、うん、こう人間が、まあ、出ていったタイミングで次の曲の楽器を持ってきていただくっていうんですかね、うん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 、説明わかります？わかりますよ。要するに、まあ、その舞台面にある楽器を演奏者が持ち運びするんではなくて、はい、それを
並べて置いてセットしてくれるのもお琴屋さんのお仕事っていうことなんですかね。綺麗にチューニングできたものを、うん、まあ、持ってきていただくんですけれども、うんうん、私のね演奏会のお客様の感想、私のまあ演奏の感想もいただきますが、うんうん、あのお琴を運んできてくださってる方はどなたですかと必ず聞かれる。彼氏ですかみたいな。彼氏ですかって言った方はいなかったですけど、あのシュッとした方はどなたですかと、はいはいはい、俊敏な動き、うん、ね、あの本当にね私もねあの人の演奏会聞きに行った時にねたくさんたちが動かれてるのは、うんうん、なんかもう本当になんか演奏してるアンサンブルのようで動きが、うんうん、なんかね、だいたい例えばまあ一つの演奏舞台に3人ぐらいのねお琴屋さんがこう行ったり来たりして、うん、お琴を外にあの舞台に履ける人、うん、そして新しい楽器を入れる方ってね、うんうん、そうあの動かれるんですが本当に動きがね美しくてですね私それ見るの大好きなんですよ。いや恐縮です。そうなんですよ、まあ、あの幕がねどんちょうがあるような舞台だったら、うん、まあ、それ見えないですけど、うん、ないところだと丸見えになるわけですからね。 そうなんです。そこでだってなんかすごいごなんだろうもたもたしてたらなんかちょっと気分そがれますもんねきっと ね。ああいうのは練習するんですか。いや練習のしようもないので離れをしていくしかないみたいな。やっぱりいやもう未だにドキドキしながらやってますけど、うん、特に山野さんの時とかは特に山野さんの時なんでですか。なんでドキドキしますね。でもやっぱりこうなんかね立ち振る舞いじゃないですけど、うん、私たちもそうですが、ね、やっぱりまあこうね舞台に出ていってまずその瞬間にもその姿ってなんとなくその人を映すというか、うん、ね、何か行動に映す前にそういうのがなんとなくこう見えるっていうところがあって、うん、で私やっぱりもうたくさんの好きなところはそのなんか動きが非常に美しいっていうところが、ね、え大変なあの楽器お琴ってね180センチだったり本当に2メートル近くあったりするので、うんうん、それをこうねさささ朝動かすのって大変だと思うんですけどね、うん、そういうのが本当に素晴らしい。で私一人だったらいいですよ、うんうん、で例えば演奏会ってねすごいたくさん石垣さんもさ、ね、あるでしょ何十人何十面という楽器がね、まあ、並んだりで三味線も何丁もあったりとかね。なんか最高でどれぐらいですか。なんかあの面数今日一日のお琴を運ばない運んだ面数みたいな。運んだ面数、うん、何百面何百面とかもありますよね、うん、本当に特殊な時ですけれども何百面、うん、何百面だよ。いやもうトラック出してとかそういう感じですね。ねえ、うん、そうよ。トラックを開けたらおことがバーッて詰まってるバーッて詰まってるのよ。何事ってなるよね。そういや本当にだから本当やっぱり楽器ってみんな一人一人にとってね大切な楽器を琴屋さんはそれ全部やってくださるということで、うんうんうん、本当にあの私たちのヒーローでございますよ。いやありがとうございますね。えということでまだまだいろんなお話伺っていきたいところなんですけれども、うん、ここで一曲、お届けをしたいと思います、はい、ぜひ今日はあの中島さんからのリクエストをいただきたいんですけれども、うん、いやありがとうございます。そうしたらですね、山野さんのおほあの山野さんの、はい、あの山野あずみさんの二つの軍のためにありがとうございます。これはあれですかあのソロアルバムに入っている。はい、はい、そうですね、はい、あのソロアルバムに入れさせていただいて市川新さんと二人であのコンチェルトという形で演奏させていただいて、うん、この録音がですね、はい、録音の際に中島さん立ち会っていただいてたんですよ。そうなんです、はい、録音にも立ち会ったりするんですね。そうなんですよ。その時にもずっと聞いてくださってた、うんうんそれを普段からもよく聞かれるんですか。聞きます。あの特にあの車の運転中とかで、はいはい、あの爆音で聞くとおことのコンチェルトっておことがたくさんいて、はい、でさらに2人のソリストがいるみたいな。そうですね。それを爆音で爆音で聞くと最高です。お財布じゃなくて BGM じゃなくて、はい、じゃあ爆音です。皆さんもあの、はい、許される限りの爆音で聞いてください。ということで、沢井忠夫作曲、二つの軍のために。
この時間はアウンジェイのワッパワー、和楽器ユニットアウンジェイクラシックオーケストラの尺八担当石垣聖山とおこと担当山野あずみがお届けしています。はい、さあそれではゲストの方にも大好評、石谷製菓さんのスイーツのコーナーに参りたいと思います。中島さん、普段は甘いものは食べられますか？はい、甘いの大好きです。わお、うん、甘党です。もうこの時間、なんとラジオを収録しながらお菓子を堂々と食べていいということになってますので幸せです。さあこの時間、このスイーツを食べながらゲストの方にお話を伺っていきたいと思います。本日ご紹介するスイーツはこちら、どどん、サクラングドシャリンゴと紅茶12枚入り、そしてもう一つ未冬3種のベリーとチーズ。これは両方とも期間限定なのかな、ちょっと普通と、あ、期間限定フレーバーですね。まずはサクラングドシャ、こちらは世界のお茶専門店ルピシアの粉末タイプのお茶、バトンアールグレイを使用したラングドシャで、リンゴチョコレートをサンドした期間限定フレーバー。紅茶の豊かな香りが鼻を抜け、後からリンゴの優しい甘さが広がります、ということで早速いただいてみたいと思います。すごいリンゴ、いただきます。うわ、すごいリンゴ。本当同じことだ。うん、おいしい。おいしいね。いいね、この紅茶の風味がなんかすごいお得な感じするね、リンゴの、うん、なんか華やかで爽やか、ね、おいしいね。今しかないって、期間限定のね、フレーバー。普段はなんか例えばお菓子、お子さんだったら和菓子が普段食べてるんですかとかありますけど、いやー、そんなことないですよ。何でも食べる。何でもです。で、あとなんかお菓子をいただく機会も結構あるので、はい、主食的に食べてます。それは健康面で若干不安な気持ちもしますけど、でも分かる、安住さんの例えばお家にお菓子あったらずっとそれだけばっか食べてる感じでしょ。うん、なんとなく演奏会の後はずっと毎日のご飯がお菓子。よくねえぞ。バランスよくね。美味しくいただいてます。さあそれではもう一つ、こちら未冬3種のベリーとチーズです。3種のベリーとチーズのフィリングにサクサクのパイを重ね、ホワイトチョコレートでコーティングしたレアチーズ仕立てのミルフィーユ。ベリーが華やぐ期間限定の美味しさです。こちらも期間限定の商品です。もう紹介だけで美味しそうじゃん、ね、いや、ミルフィーユっていろんなバージョン、まあ、ベーシックの3種類のお味もあるし、あのレモンのやつも一回、ね、先月だったかな、ね、夏のレモン美味しかったですね。どうですか、ね、レアチーズ仕立て、チーズのって何ですか。あ、チーズすごいですね。チーズすごい。やっぱ北海道だけにね。あ、でも香りからもうすでに、うん、あ、チーズのいい香りが。濃厚よ。そうか、チーズケーキにベリーが入ってるっていう感じが、うん、なんかさ、タルトのさ、美味しいところじゃない、このサクサクのさ、なんかこう、うん、このミルフィーユのところ、うん、なんかケーキ食べてるみたいな、うん、コーヒーが欲しくなるね。コーヒー欲しくなるな。コーヒーが欲しくなるね。今日はありません。なんかそのお菓子いただく機会多いっていう話でしたけど、なんかその、どういった時にもらうことが多いですか。演奏会とかコンサートとかで、うんうんうんこうケータリングとかでお菓子があったりするんですけれども、うんうん、結構余ったりすることもあって、あ、皆さんが食べきらない、食べきらなかった、うん、これ持って帰ってとかってそうやっていただくことは結構あります。演奏会とかでやっぱお花とかもたくさんねいただいたりとかするじゃないですか。ああいうのも車に積んで持って帰ってくださったりとか、ね、されますもんね。本当に今まででなんか一番なんだろうな、すごいもの運んだなみたいなのってありますか。なんか珍しいものっていうか。すごくはないけど、お花とかはね、やっぱり大きなお花とかは、コチョウランとかそういうのは、やっぱりお花屋さんじゃないから扱いが結構、まあ、本職ではないという、うん。落ちるとなんか縁起悪い気もするし、うんうんうん、お花ね、確かに、確かに、
どう運んでいいのかなみたいなそういうのはありますよね。あのもちろんあれでしょ、そのお車、大きい車で、うん、あのその演奏者の人も一緒に乗って行ったりとか、うん、はい、あります。アヌミさんは大丈夫ですか、いつもなんか乗っけた時になんかいや大丈夫です、怖いことないですか。怖いことないです、おとなしくちゃんと運んでもらわないといけないからおとなしくしてやるよポイって降りないといけない、ここまでですおいしい、おいしいですね。はい、こちら本日紹介しましたサクラングドシャ、リンゴと紅茶、そして三冬3種のベリーとチーズ、どちらとも、札幌市内直営店、そしてピカデリー西4本店、道外直営店、そして石屋のオンラインショップで販売をしております。日本全国どこからでもねご購入いただけますので、この期間限定フレーバーサクラングドシャ、リンゴと紅茶、そして三冬3種のベリーとチーズ、皆様もぜひご賞味ください。美味しかったです、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さあそれでは本日の、3曲目をお届けしたいと思うんですけれども、中島さんとここまでということで、うん、本当に、今日はお忙しい中、うん、いろんなお話伺いまして本当にありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひこれからもね、あのうちの山の優しく優しく取り扱っていただけますと、うん、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、こちらこそよろしくお願いしますそれでは、もう一曲中島さんからリクエストをいただけたらなと思うんですけれども、はい、 ありがとうございます。そしたらリアーナで、おリアーナ、はい、なんかそんなこと単語が出てくるかみたいな日本人じゃなかった、あじゃなかった、ことのコンチェルト爆音で聞いてる人がリアーナ、いや結構いろいろ好きで聞きます、うんうんうん、リアーナで Where Have You Been という曲が好きです。その曲を、はい、この時間はアウンジェイのワッパワー、和楽器ユニットアウンジェイクラシックオーケストラの尺八担当石垣聖山とおこと担当山野あずみがお届けしています。はい、ということで、本日ゲストに、株式会社金光堂の中島拓さんにお越しいただきましたけれども、はい、あずみ様は普段から、うん、たくさんお世話になってる、たくさんにたくさんいっぱいお世話になってるんですよどうしたどうした本当に多分ね、なんか昨日考えてどれぐらいかなって、多分、ね、25年ぐらい、あ長い、はい、なので本当に私が演奏活動も始めた時から一緒にあのいてくださっていろいろお世話になってるんですよ。で、まあ、年齢も近いこともあってね、市川さんも一緒にあのお世話になるんでなってるんですけれどもね、いろ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 本当に もっともっとね、いろんな話聞きたかったなと思って、あの真面目な人柄がすごい見えるじゃないですか、うん、あのまあ、資料がねちょっと手渡したりとかしてたんですけど、書き込みすごかったですもんね。そうだよ、もっともっとあったんだよ、多分あと10回分ぐらいあるよじゃあ、まあ、ぜひまたお越しいただきましょう、ね、皆さんもよろしかったらね、ぜひハッシュタグ、うん、アウンジェ AUNJ つけて、あの今度はおこてさんにこんなお話伺いたい、たくさんのこんなこと聞きたいってことで、まあ、今日の感想も含めてね、はい、ツイッターなどさまざまな SNS で投稿していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたしま します。さあそれではお知らせをさせてください、アウンジェクラシックオーケストラでさまざまなライブを行っているんですけれども、これねちょっと大きな発表がありまして、まあ、情報解禁ほやほやなんですけれども、アウンジェクラシックオーケストラ、今までこのワンアジアジョイントコンサートって題して、あのアジアの方々、アジアの民族楽器とこの日本の民族楽器和楽器とねコラボレーションたくさんしてきたんですけれども、はい、いよいよ海外の方とのコンサートがまた再び始まりますということでですね、浅草で浅草ネクストアジアフェスというのがですね、11月の16日から18日まで開催されます。浅草の花屋敷さんを使って、花屋敷って行ったことあります？遊び、もちろんあります、あります、うん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 、あのローラーコースターね、ローラーコースターね、あの昔ながらの、うん、あの花屋敷に今花劇場、花劇場って書いてね、花劇場というところがあるんですけれども、その11月の16日は阿部屋さんというね和楽器5人の方、そして17日は我々アウンジェクラシックオーケストラ、そして18日はアウンジェクラシックオーケストラにスペシャルゲスト森崎ウィン君もなんと、おー、いやー
ちょっと久しぶりですよね。本当に。でアウンジェクラシックオーケストラのウィンさんと一緒に CD のね一曲撮らせていただいてるんですけれども、うん、その関係のコンサート浅草歌劇場でしたね。あでしたよね。それ以来いや久しぶり。そして、台湾のボーカリストホワイトさんと、タイのボーカリストミティーンさんと。ほう。なんかねもう YouTube の再生回数とかもめちゃめちゃ多いらしいんですよこの彼女たちが。かっこいい。写真もかっこいいです、はい。うん、そしてあの17日のコンサートではですねあの、はい、バトーキンのモンゴルのね、うん、バトーキンのイラナちゃん、うん、あのゲストにもね、はい、ラジオのゲストにもお越しいただきましたけどもイラナちゃんとそして、台湾のニコのリーポンちゃんと、はい、久しぶりに、ま、久しぶりなんですけどね、はい、一緒に共演をさせてもらうということで、11月16日17日18日浅草歌劇場で行われます浅草ネクストアジアフェスティバル2023、詳細はですねアウンジェイのホームページぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。さあそして北海道とは真逆の土地になるんですけれども奄美大島でもライブがあります。あれこれしこういう島でアウンジェイってもしかして初めてかな。そうね、ね、そうね。12月の2日3日、こちらですねあの僕たち今までもいろんな衣装を着てきているんですけれどもその中でもまあなんて言いますかね、まあ、象徴的な衣装の一つですね、はい、大島紬を使った、まあ、ジャケットだったりドレスがね、はい、あるんですけれどもその大島紬はねやっぱりこの奄美大島で生まれたもの、はい、これがですねこのご縁もあって今回奄美大島での公演をさせていただけることになっていました。札幌でもね、まあ、そういうご縁がまたね網走に続いてさまざまな土地で演奏できたらいいなと思います、うん。アウンジェイとこんなコラボしたいという方いらっしゃればぜひ SNS などでご連絡いただけると幸いです。この奄美大島で開催されます12月2日そして12月3日のコンサート特別宿泊プランというのもねあったりしますので、こちら合わせてですね、ホームページアウンジェイのホームページぜひぜひご覧ください。あの12月3日は平田真里奈さんとの、はい、ね、ゲストにお迎えして、はい、お届けをいたしますのでどんなコンサートなのか、ね、奄美の歌姫です ね、 ね、楽しみですね、はい。ぜひぜひよろしくお願いいたします。奄美大島へぜひぜひチョコビアンのかな、はい、どうかなあの東京経由で東京経由でもねぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、またこの番組ですね、アウンジェイのワッパは月末に収録の模様を編集して動画でアップをしています。ぜひアウンジェイの公式 YouTube チャンネルもご覧ください。そしてリクエストこんなゲストのお話を聞いてみたい、うん、また番組へのご感想などぜひつぶやいていただければ嬉しいです、はい。その際にはハッシュタグアウンジェイAUNJ をつけてつぶやいてください。私たちね楽しみにしております。はい、ぜひぜひ、どんなことでもねつぶやいていただければ嬉しいです。さあ第2回目放送ありましたけどもいかがでしたか。いやーたくさん来ていただいたし網走の話もできたしちょっと足りなかったですね。なんだろうね1時間になってもなんか時間あっという間に過ぎちゃいますね。あっという間だね。ちょっとまたこの後もやろうかね。またやりましょう。さあということでまた来月もぜひお聞きください。それではまた来月の第2土曜日にお会いしましょう。パーソナリティは尺八担当石垣伊勢さんとおこと担当山野あずみでした。それでは皆様良い週末を。さよなら。